動画でわかる Amazon Connect こんにちはサーバーワークス Amazon コネクト専任担当の丸山です。 amazon connect 構築後チェックリストというタイトルで環境は構築できたんだけどこれで大丈夫なのかなという不安にお答えできる内容をお伝えしたいと思います amazon connect は AWS が提供するクラウド型コンタクトセンターサービスですサーバーワークス YouTube チャンネルでは動画でわかる Amazon connect という再生リストで amazon connect に関する情報発信をしています amazon connect のサービス概要はもちろん料金 セキュリティ CRM 連携ソフトフォンの使い方など各トピックを深掘りした動画をご用意していますよろしければこちらもご活用ください Amazon Connect はシンプルなサービスですほとんど経験がないけれどコネクトを構築することになってしまったドキュメントでは分かりにくい落とし穴にはまりながらも頑張ってなんとか構築できた気がするという状態までは案外たどり着けるサービスですしかしこれで本当にいいのかな 大丈夫なのかなちょっと疑問も残るけどこんなもんなのかなと構築した側も利用する側ももやもやしたまま利用されているケースもあるようです構築後にコネクトに詳しそうなサーバーワークスにご相談したいというお話も定期的に受けるようになってきました正直案件次第の部分が大きいので動いてるならいいんじゃないかなと思いつつごく一般的汎用的な範囲についてチェックポイントを考えてみました この動画ではチェックポイントの前に前提情報の確認知っていないとまずいと思うけど実は分かりづらい見落としがちな部分をご説明しますその後に具体的なチェックポイントをご説明します前提情報 1AWS 提供情報 コネクトのドキュメントは AWS の公開情報をご確認いただきますこちらのドキュメントなんですけれども更新頻度がタイミングによっては非常に高いため最新情報を確認してくださいウェブでなんとなく調べた情報が古い可能性がございますのでご確認くださいこの管理者ガイドのリリースノートドキュメント履歴に新機能や仕様変更に関する情報が記載されています 例外的に各ページの中で情報が書いてあることもあるのでそちらもご確認くださいまた英語版のみに最新情報が記載されているケースも非常に多いのでそちらもご確認いただければと思います続いて AWS ヘルスダッシュボードこちらでは AWS のサービス全体の提供状況の確認が可能ですコネクト以外にも関連するサービスの確認ができますまた Your で個別に通知が届くこともあるためここに届いた通知に適切な対応をしていく必要もございます。 続きましてメールの通知個別に AWS からメールが届くこともございます影響範囲はメールの内容から察してくださいメールは英語であることもよくありますでサーバーワークスの課金代行サービスのお客様には AWS からの連絡に加えて追加の情報ですねこういった内容ですよとかこういった対応がいるのかいらないのかといったご説明を追加で提供させていただくこともございます過去をどんなメールがあったかなんですけれども CCP ソフトフォンの提供ドメインの変更やバージョンの強制変更の告知などがあった記憶がございます続いて AWS はブログでも情報発信をしています新機能やチップス情報が公開されていますまた英語版だけなんですけれどもコネクトのみの情報のブログもございます 昨今では CT アダプターを使ってセールスフォースと連携する案件も増えてまいりました CTI アダプターを利用している場合はドキュメントで最新情報を確認してくださいこちらも、えー、リリースタイミング不定期なんですけれどもバグフィックス含めて重要なアップデートがあるので適度にアップデートに対応をしていってください前提情報に a m a z o n connect サービスクォーター Amazon Connect は AWS の他のサービスと同じくサービスクォーターが設定されています。こちらの内容もよくご確認してください。で利用状況に応じて上限緩和の引き上げリクエストですね。こちらを送信するようにしてください。サーバーワークスのお客様の場合は全デスクサポートまでお問い合わせいただければ大丈夫です。10名以下の小規模な利用の場合以外は必ずですね、こちらの内容をご確認の上、必要な監視設定、 運用体制を引く必要がございます具体的には インスタンスあたりのアクティブな同時呼び出しの数という項目があるんですけれどもいわゆる回線数に近い数ですねどのぐらいつながるかというものが最近構築したインスタンスだとデフォルトが10になっていますすなわち11個目のお電話からはつながらずにプープープーという音が鳴るようになってしまうのでこちら上限緩和する必要がございますまたあの想定より利用が膨らんできてそちらにかかってしまうっていうことを事前にキャッチするためにクラウドウォッチでメトリックスを監視 するような対応も必要かなというふうに思っております前提情報3障害に対する準備 Amazon Connect は前提として対障害性の非常に高いサービスですまた障害だけでなくっていろいろな発生するトラブルに応じて柔軟な対応もできるサービスになっています したがって事前にこういうことがあった場合にこんなことをしなければいけないということを想定しておくって必要があるかなと思っておりますで想定ケースここに、えっと、具体的に例を挙げさせていただきました Amazon Connect のサービス全体が停止してしまう場合部分障害の場合インターネットや Wi-Fi 等のネットワークの障害の場合 PC ヘッドセットなど端末依存の障害の場合 サムル連携等を行っている場合は ID プロバイダーの障害の場合またシステム障害ではないんですけれどもオペレーターさんが電話に出れないっていうようなトラブルがあった場合ですねこういった場合どのような対応ができるかっていうところをあらかじめまとめていただくといいかなと思いいますサーバーワーーバワクス請求代行のお客様には Amazon Connect 障害とと対応パターンという資料を提供しています。 こちらの資料を参考に対応方法をご検討いただければと思います。 ソフトフォンの利用方法と合わせて問題が発生した場合の対応についてオペレーターの皆様にもお知らせいただくっていうのも大事なことかなと思っています特にソフトフォン CCP のログなんですけれどもデフォルトの CCP を使っている場合ブラウザを閉じてしまうとログも消えてしまって二度と調査ができなくなりますログの取得方法について事前にご案内するようにしていただければと思いますで先ほどの Amazon Connect 障害とと対応パターンンいうドキュメントにはログの 取り方もご説明していますまたサーバーワークスのカスタム CCP CCP プラスというものをご提供させていただいているお客様には CCP プラスのメニューの中でトラブルシューティングおよびログの取得方法をご説明していますこちらもご活用くださいはいお待たせいたしましたここからが Amazon Connect 構築チェックポイントになります構築チェックポイントと言いつついきなり最初はですね構築前の 検討事項について書かせていただいていますまず最初にセキュリティ要件・監査要件を確認している でこちらは「amazon connect のデータとセキュリティという内容でブログにまとめさせていただいているのでこの内容を参考にしていただければと思います特に引っかかりがちな項目としては amazon connect のの中身のデータは2年間しか情報が保存されませんこちらは3年以上保存したい等の要求がある場合は CTR 保存する仕組みを別途構築する必要がございます 次データーバックアップの方針バッックアップの方針についても AWS が情報を公開しておりますので必要に応じて対応していただければと思います。次 複数用途で Amazon Connect を利用する場合にインスタンスの利用設計を必ずしていただく必要があります運用要件セキュリティ要件利用料金の管理の面からどの利用方法が最適かをご検討くださいブログに情報もまとめていますそれからおまけになるんですけれども電話番号要件ですねこちらはさすがに利用前にご検討をされているかと思いますでナンバーポータビリティをする場合ですねナンバーポータビリティができるかどうかだけで てなくってフリーダイヤルとかフリーコールといった名称や緑や青のロゴの利用こちらも商標利用になっているのでこの先どういう運用にしていくかっていうところをご検討していただく必要がある点をお忘れないようにしていただければと思います。ID 管理についてですね とりあえずは Amazon コネクトのユーザーで始めてみて後からディレクトリ連携サムル連携をしようかなという考えもあるかと思いますが ID 管理方法の変更は再構築になるのでご注意ください。運用要件については案件ごと異なるため特にご注意いただきたい点のみをご案内させていただきます。 期待されている KPI などの指標が管理できることでその指標に応じて管理サイクルをどのようにやっていくかということを、えー、検討していただいているかなとは思います履歴メトリクスにある程度の項目出ているんですけれども内容によっては CTR の利用が必要になることもありますまたレポートの手段として BI ツール等に連携するっていう仕組みを作ることも必要になることがあります それからコンタクトレンズやトランスクライブを利用している場合はカスタム合意の運用ですね、どのように改善していくかというところも考えていただく必要がございます。 ユーザー管理についてですねこちらも、えー、自動登録とか変更削除人数が多い場合は期待されるケースもございますこういった場合は API を利用した仕組みの構築が必要になりますまた複数の拠点やチームで運用する場合拠点チームごとの運営を希望されることもありましてそういった場合は設定の工夫をしたりとかあと仕組みを作ったりしなければいけないこともありますのでご注意ください、えー、システムの運用要件ですねブラウザやネットワークの要件っていうのは満た 出された状態かと思いますこの中でいわゆるホワイトリストの運用ですね接続のアドレスをみんなオープンにするのではなくって決まったところだけ許可している場合 AWS 側で接続 IP アドレス帯が増えていくっていうことがありますのでそちらにどのように対応していくかっていうあたりも事前に整えていただく必要がございます。 2、AWS の設定。コネクト管理者に適切な IAM アアロールの設定をしていただく必要がございます。次、AWS マネジメントコンソール。こちらも適切な設定をされているっていう必要がございます。次、S3。こちらも要件に応じた設定が必要です。特にですね、ライフサイクルの設定などが要求としてよく挙げられるかなと思います。 次クラウドウォッチログズのログの保存期間の設定ですねこちらも必要に応じて対応していただく必要があります特にログの中に電話番号という個人情報に相当する情報が入っておりますのでこちらの取り扱いにご注意いただければと思います インスタンススタ設定。まずセキュリティープロファイルですねこちらは要件に応じたセキュリティープロファイルの定義運用が必要になります要件によっては改装という機能を利用していただく必要もございます次デフォルト問い合わせフローの確認デフォルトの問い合わせフローは自分たちで作らない部分なので見逃しがちなんですけれども全て確認をしておくようにしてください次 問い合わせフローでログの取得のの設定をしていることでログの取得なんですけれども、明示的に取得するとしないとログの取得ができません、すなわち調査ができなくなります。セキュリティ要件に抵触しない範囲でログの取得の設定を必ずするようにしてください。次 問い合わせフローで異常が発生した場合に調査ができる状態にしておいてくださいいざ障害が発生した後ここで何が起こったのかわからないっていうようなことにならないような設計が必要です次問い合わせフローで利用する入力値の暗号化をしてくださいロギングの一時無効化ログ図の KMS 暗号化なども併せてご確認ください次負荷テストの実施負荷テストも必要に応じて行ってください 付加テストの仕組みは自分たちで作る必要があります AWS の事前申請も必要なのでお忘れなく次通話品質の確認実際に利用する環境で受発信をして確認をしてください最後に通話録音を再生して確認するというところまで行うようにしてください4監視運用設定整備クラウドウォッチメトリクスの監視通知設定 でコネクトはもちろんなんですけれどもコネクト以外にキネシスとサービス利用している場合はこちらもですね監視通知の設定を行うようにしてください次ヘルスイベントの監視通知設定ヘルスイベントも、えー、コネクトまた関連サービスですね使っているものに対しては監視通知の設定をするようにしてください次、えー、フロー上で異常が発生した場合に 詳細な原因を把握調査できるための手順を整えておいてくださいで例えばお客様が入力した内容をソフトフォンに表示させたりとか異常や処理内容が目で見えるようにしておくといいかなというふうに思います次調査監査への対応手順整備必要な調査手順っていうのを事前に整備しておいてください次対障害性の想定ケースへの 対応手順整備。前述しました想定ケースに対して具体的な対応手順をご用意してください。5. ラムダ連携。こちらしている場合のみ必要になります。ラムダ連携の部分はもうアプリケーション要件によるので言うことはほとんどないんですけれども、汎用的な点で2点ですね。まず1つ目がタイムアウト値リットライ設計の確認。 特に API 等を利用して外部システムと連携する場合のタイマーアイト値とかリトライ回数っていうところを実際に計測調整してください Web システムを作ってた方が同じ雰囲気で設計すると失敗しがちな部分なのでお気をつけください次「プロビジョンドコンカレンシーの確認非同期の処理以外は基本的にプロビジョニング必要だと思ってください API, API を利用したシステムを作る場合なんですけれども API コール間隔ですね API のスロットリングクォーターの範囲内で利用するシステム仕組みになっているかという点をご確認ください。はい。 ここまでたくさん話しましたが案件ごとに対応する内容を除外とすべて書かせていただいております案件としての設計ができていない状態で構築しちゃって運用段階で問題になっちゃうっていうケースも割と見てはきました Amazon Connect はどんなに小さくてシンプルな要件であっても要件定義設計が必要なサービスとなっていますしかも運用を考慮した設計っていうものが必要になります 要件定義設計の段階でご相談いただけると、弊社としてはスムーズなサポートが可能です。サバワークスは構築担当者や構築ベンダーへの部分的な技術支援というようなアプローチも可能ですので、お気軽にご相談ください。皆様、安全な Amazon Connect のご利用をしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。